今日はお呼ばれで私たちデイアブレスと申します。最後に、出演させていただきます。皆さんフロアの方空いておりますので、どんどん踊って楽しんでいきたいと思います。それではしばらくカントリーミュージックを聴いていただきたいと思います。あまりルカットで聞かれると困りますけど、皆さん気楽に。
ロアを利用して踊っていただいたら結構ですけれども、今度は、チョーズという題がついておりますけど、マルハガの亡くなりましたけども、ね、大ヒットメーカー大御所、カントリー大御所ですね、彼の、ニューヒットナンバーです。チョーズといってやっぱり、うちの中の雑液を表す言葉なんですけど、彼女がいなくなっても雑液は子供の世話から全部私がやるという曲ですね。チョーズ、この曲を聴いてください。All right.
それではもう一度紹介させていただきます。土屋浅井さんです。よろしくお願いします。Close up ホンキートン、この曲を聴いてください。What?
ですか。はい。あ、聞こえる。もう一曲お願いします。 Storms Never Last、 終わらない嵐はないという曲です。スイングチョイスのフォービートで、ハワイアンのナンバーからソフィスケイティッドフォーアっていう曲。Thank you.
幸せになれますよ。どうぞこのブルームナイツをずっと私に注いでくださいですね。ブルームナイツ、これ聞いてください。All right. Thank you.
私たちもう一度紹介させていただきます。 The Everest と申します。よろしくお願いします。今日はですね、前のバンドでこの花村秀夫と、土川義恵2人前のバンドからずっと続きなんですけれども、で彼が全部曲を決めてますので私はどういう順番か分かりませんけれども、彼の好みで決めてますね。私とはちょっと違うんですけど、もう逆らえないから秀夫にはずっと来るんですけどね。今度は何ですか、そしたら曲はこの曲なの、お前歌うの君だけを バトルレネルズ亡くなりましたね。新聞に載ってましたけど、スタンドマンから俳優になりまして、トランザム7000ね、あの車を駆使して、トラックにジェリーリードが乗って、パトカーから追跡を逃れて、運んではいけないビールを他の州へ運ぶというイリーガルの、うつやをやって、闇でもやってそれを逃げるという痛快な映画でしたけどね。ずっとアメリカの道が出てきました。面白い映画でしたね。イースパインダウン、この曲を聴いてください。レッグ
3曲こういう曲が続くと息が切れますけれども。